今年は結婚50年の特別な年です。こんにちは。はい、こんにちは。どうも。今日よろしくお願いします。前回受け取り人だった先生に書いていただけると、はい、いやいやいや、緊張するな。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ルールを説明します。はい、手紙は100文字で書いてください。100文字。おお。もしも一人に100文字しか与えられていなかったら、うん、先生は誰にどんな言葉を送りたいですかというルールです。そうか。ペンと便箋がありますのでどうぞお書きください。いやいやいや、ね、なかなか最近手紙書かないんでね、緊張します。小坂忠牧師は1948年東京都で生まれました。育ったのは埼玉県志木市。自然の中で遊ぶこと、またラジオの FEN という米軍の放送を聞くことが大好きな少年でした。学生運動盛んな大学時代、レコード会社のバンドオーディションを友人たちと受けて合格し、あっという間にデビュー。後にロックバンドエイプリルフールを結成します。バンド解散後はロックミュージカルヘアーに出演。1971年ソロアルバムありがとうをリリース。1972年小坂忠とフォージョーハーフを結成します。メディアで活躍する日々の中、音楽プロデューサーの高栄華さんと結婚しました。クリスチャンになったのは1976年。娘さんが重度のやけどから奇跡的に回復し、神様の御業に感動して1976年6月に受洗しました。それは同時に音楽を通して福音を伝える献身者小坂忠の誕生でした。1978年日本初のゴスペルレコード会社ミクタムレコードを奥様と設立し、ゴスペルシンガーとしての活動が始まります。現在は埼玉県所沢市の日本フォースクエア福音教団秋津福音教会の牧師としても用いられています。さて、お手紙が書けたようです。ですね、僕の愛する妻に、毎日僕がですね1ヶ月間彼女にハガキを書いて送り続けた、それがお付き合いをするきっかけになったんですね。ですからね、ちょうど50年ちょっと前ですけども、今年僕ら結婚50年ですからね、ちょうど節目の時にまた彼女に手紙をかけて、なんか良かったなと思います。僕らに与えられたその使命というか、それを果たすためにはどんな障害があってもそのひるまないで、まあそれに向かっていこうって。だから本当にね、いいこともそれから辛いこと苦しいことも、まあ、ずっと、まあ、僕は彼女と二人でしたから、彼女と二人だったから今まで乗り越えてね、来ることができたんだというふうに思ってます。こんにちは。こんにちは。手紙を届けに来ました。ありがとうございます。これ読んでいいんですか？どうぞ。はい。50年前ぐらいの手紙の続きかな。そんな感じがします。言わなくても分かる的なね、ことも多いんですけれども、でもこうやって文字にしてくれると、なんか嬉しいですね。そう、やっぱ神様に召されたんだと思います。結婚も世界が違っていたので、でも、やっぱり必然だったんですね。神様のご計画の中にあったとしか思えないですね。彼が表舞台で私が裏舞台、彼が太陽で私は月、どっかで聞いたことのあるような言葉ですけどね。でもそうなんですね、実際にね。だから私たちは2人でセットになってるんですね。
エイカ様、君に手紙を書くのはあの夏の八丈島から毎日はがきを書いて以来かな。今年は結婚50年の特別な年です。君の支えがあっての50年です。君こそ信玄31の理想の妻です。そんな君に心からのありがとうを送ります。これからも楽しい思い出を作りましょう。 With love, Chu。 ありがとうございました。小坂忠先生、大切な奥様にどうしても伝えたい言葉をお届けいたしました。